はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら新型フィットリュクスで、はい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 、今日もやってまいりました、今日はですね、ホンダカーズ大阪東花園店さんで車の方をお借りしてレビューしようと思います。早速外装の方を見ていきましょう。新型フィットリュクスですね。いやー、ついに出ましたね。ちなみにこちら、ハイブリッドモデルで、248万1600円しますね。今回のね、新しいフィットは、心地よさを、追求したということで、見てください、ほら極細 A ピラーということで、視界のね良さが抜群に良いという感じですね。まあ、心地よいというかね、親しみやすいデザインですよね。エクステリアデザイナーによるとね、柴犬をイメージしたというような感じですよね。可愛いですよね、今回のフィットね。特にね、このヘッドライト、これが変わりましたよね、今回。で、このデイライトがね、すごいデザインされてかっこいいですよね。こうフロントマスクはね、結構こう、なんていうんでしょう、デコッパチというか、ちょっとボリューミーな感じがします。で、このモデルね、リュクスになりますので、結構ね、仕上がりがすごい他のフィットと違うんですね。この辺の仕上がりがね、だいぶ違いますよね。ピアノブラックでね、仕上げられてますね。フォグランプも完備です。で、ハイブリッドモデルは、エンブレムがね、こう、ちょっとブルーのデザインが入ってます。真っ白じゃないんですよね。ちょっとね、光沢のあるパールがかった色味で、結構ね、綺麗なんですよね。横から見たらこんな感じです。やっぱりフィットのスタイリングってね、コンパクトでいいなと思いますね。あ、これドアミラーね、かっこいいわこれ。なんかツヤツヤしてるメタリック感がありますね。これミラーもね、ちょっとブルーっぽいですね。いや、今回のフィットね、すごい質感が上がってるなという感じがしますね。このシルバーの、メタリックがデザインされてますね。これも綺麗。タイヤの方は185の 55R16 16インチを履いております。こう黒のね、ツヤ消しと、シルバーのヘアラインでデザインされてますね。横浜タイヤのブルーアースを履いておりますね。後ろから見たらこんな感じです。いやー、綺麗わ。テールランプが横長にデザインされましたね。前のモデルはね、こう縦長に、テールランプがあったんですが、すごいね、横にワイドに、U の字にデザインされて、車高がね、なんか低く見えますよね。で、これね、EHEV ということで、2モーター式になりましたよね。すごいいっぱいあらゆるところにセンサーがついてますね。一応ね、マフラー下の方にこっそりあります。で、シルバーのね、メッキ使いがデザインされてるという感じですね。ちょっとライトつけてみました。こんな感じに光るんですね。すごいね、やっぱテールランプ綺麗だなと思います。で、少しだけね、リアスポイラーがついてますね。すごい短いのがついてます。で、今回のね、新型フィットから、シャークフィンアンテナに変わりましたよね。そうそう、これね、ガソリンタンクの、これほら、プッシュ式でね、開くようになったんですよ。フィット3はね、これで開けることができなかったんですよね。中からガチャッと開けるタイプでした。ドアミラーこんな感じで、ウィンカーがつきます。こう上の方にね、つくんですね。最近ホンダはね、ずっとインライン型のね、ヘッドライトだったんですけど、ここへ来てまた戻りましたよね。ではね、内装の方見てみましょう。はい、では、お邪魔しますと。おー。内装の方はね、こんな感じです。いや、今回のフィットね、すごいね、内装のデザインも優れてるなと思います。家のね、リビングにいるような、すごいね、なんか心地よさを感じるなと思います。で、今これね、シート、これリュクスなんで、革張りのシートになりますね。乗った感じね、こんな感じです。やっぱね、フィットだなという感じしますね。すごいね、視界性がいいんですよ。あ、そうそう。これこれ。A ピラーね。これ、やっぱね、乗った瞬間ね、あ、広いなと。私の乗ってるフィットよりね、やっぱこの視界性がね、広いんだなという感じがしましたね。まあ、ただね、これ A ピラーは細いんですけど、どうしてもね、このエアバッグ、これがあるんで、ここはね、どうしても太いままなんですよね。
私のフィットもね、ここ実は三角の小さいガラス窓があったんですけど、それがすごい広くなったなという感じですかね。いやでもだいぶ違うわ。で何よりこれですよ。今回ね、元に戻りました。ありがとうございます、本田さん。本当にね、フィット3ハイブリッドね、すごい短いね、シフトレバーだったんですよ。あれすごい操作しづらかったんで、今回これに戻って本当に良かったと思います。で、サイドブレーキがなくなって、これね、電子パーキングボタンと。で、それにより、このブレーキホールドシステムが使えるようになったということですね。で、さらに、それにより、ホンダセンシングということで、渋滞追従機能付きの、ACC が付きましたね。0キロでも、前の車に追従するというシステムが今回付きました。これ大きいと思います。で、新世代コネクテッド技術ということで、これね、今回ね、いろいろ変わりましたね。もしもの事故の時の、緊急サポートセンターですね。とか、ホンダリモート操作、RSOC 駆けつけサービスという感じで、今回のね、フィットから新しく機能が加わったという感じですね。あ、へえ、あ、ここでこんなんなんの？ちなみに、あ、横スライド型か。へえ、助手席側もついてるのいいね。で、少しだけこの上の方に物入れがあります。で、もちろん下もね、入れれますね。で、これリュックスね、これほら肘置きがついてるんですね。これね、他のタイプね、これついてないんですよね。オプション設定だったかな。今までサイドブレーキがあった場所にね、ないので、ここに荷物を置けたりしますね。あ、でもこういうちょっとしたところがメタリックで、なんかね、質感が高いですね。お、これ無接点充電の、これスマートフォンが充電できるやつがあるんか。お、充電してます。これ下向きに角度がついてるので、これやっぱ滑りにくくていいですよね。で、 USB 電源に、こちら 12V のシガーソケットがついてます。で、今回からね、大きく変わったのがこのメーターですよね。これちょっと電源つけさせてもらいます。ポチ。セットアップされていません。そっか、イーコンモードはあるけどスポーツモードはないんやな。これは照度か。で、他にね、いろいろ警告灯が両端につくようになってます。見やすいね、メーターだなと思います。ステアリングヒーターがついてますね。ちょっと押してみましょう。今ちょっとつけたてなんでわかんないですけど、っていうかこれスポーク、ここなくなりましたよね。ほら、この辺がね、ないだけでなんかちょっと広く感じますね。あ、ハンドルじわっとあったかくなってきた。もちろんね、これシートヒーターも完備です。いや、リュクスええな。で、あ、そうですよね。いろいろこういうところもね、前はね、タッチパネル式だったんですが、この物理式のボタンに変わりました。これほんと評価高いよね。あ、こんな感じか。いや、ほんと、このシフトレバーに戻してくれたのと、この物理ボタンに戻してくれたの、すごいいいと思います。で、これ大型のね、これ何インチやろ、結構大きいわ。ナビシステムがついてますね。これバックモニター。こんな感じです。で、さらにね、良くなったのが、今回ね、スマートフォンとこのフィットが連動してね、室内のね、空調を動かしたりすることができます。で、広い駐車場とかでね、自分の車がわからなくなった時に、このスマートフォンで探すことができるという機能もプラスされてますね。いいね。では、ちょっと後部座席も乗ってみますね。はい、お邪魔しますと。おお、後ろ扉こんな感じなんや。あー、シート、後ろ座席のシートもいいね。いや、今回ね、やっぱ座り心地もかなり、アップしてると思いますね。この辺がすごい盛り上がり具合がね、すごい体にね、フィットする感じがするんですよね。で、アームレスト出てきます。ヘッドレストはね、こんな感じで収納型になってますね。結構上がる。フィットの中でもね、価格が一番高いので、いや、どうなのかなと思ってたんですけど、やっぱね、この革張りのシートとか、ところどころね、やっぱ仕上がりがね、違うんですよね。で、これほら、後ろにもこれ追加されたんか。 USB 電源がね、2つあります。
茶色もええけど黒もええわ。ちなみにね、後部座席の、足元こんな感じですね。真ん中がね、少しポコッと出てます。で、ガソリンタンクがね、実はこの前の席のね、下にありますね。ここね、少しボコッとなってますよね。ここにね、ガソリンタンクが収納されてるという感じですね。ちょっとあと、後ろ開けてみましょう。おぉ。いや、まあ十分ですよね。ここがちょっとボコッとこれぐらい段差がありますね。下、どうなってんのかな？お、ああ、すごい。こんな結構広い収納スペースがあります。これハイブリッドなのにこんな後ろ広いんだな。ライト完備。いやー、これフィットってね、私一回ね、これ車中泊したんですけど、ギリね、ギリ寝れました。斜めで寝れましたね。後部座席ね、こんな感じで跳ね上がります。そうするとかなりの室内スペースが取れると。いや、すごいわ、フィット。ちなみに鍵、こんな感じです。鍵はあんまデザイン変わらないんですね。これ、ロックすると、ピューッと畳むやつがあると思うんですけど、あれ結構便利だったんですけど、今回標準でついてないんですね。これ畳まないんですよ。畳んでほしいな。では、試乗の方してみようと思います。今日も安全運転で行ってみようと思います。前のフィットより、なんか乗り心地これ本当そうなんですよ。